クリスチャン・マクブライドと談笑ジミー・エドワード・ヒースは、アメリカ合衆国のジャズ・サックス奏者、作曲家、アレンジャー。あだ名は、リトル・バード。ベースのパーシー・ヒース。ドラムのアルバート・ヒースの兄弟。ジェームズ・エム・トゥーメの父にあたる。左は、パーシー元は、アルト・サックスをやっていたが、1940年代後半に、チャーリー・パーカーが、ハワード・マギーや、 ディジーガレスピーと演奏しているのを聞き、テナーに変えた。それで、リトルバードと呼ばれた。1959年に、ジョン・コルトレーンに代わり、マイルス・デイビスバンドに短期間参加。ケニー・イドー・ハムやギル・エヴァンスとも共演。1960年代には、ミルト・ジャクソンやアート・ファーマーとよく共演。1975年、兄弟でヒース・ブラザースを組み、 ピアノのスタンディー・コーワルも参加した。1956年に、ジェット・ベイカーとアート・ペッパーのアルバムプレイ・ボーイズの曲の大半を書いた。1980年代に、ニューヨーク市立大学クイーンズ校の音楽学部の教授に就任。20年以上教えている、ドナルド・バードなどを招聘した。友人のマイルス・デイビスは、自伝。 カンポン・マイルス・デイビスジジョデンで1952年を振り返る。ジミーは小さな足をしていたが、いつも格好良い靴を履いて粋な服を着ていた。ヒース兄弟は音楽一家で、しかも母親が大変な料理上手だったから、ヒース家には、いつも、たくさんのミュージシャンがたむろしていた。ジミーは、ビッグバンドを持っていて、そこには、ジョン・コルトレーンも入っていた。やつらはヒップで、 演奏もすごい、素晴らしい連中だったヒースは1991年、コルトレーンの電気ドキュメンタリー、ジョン・コルトレーンの世界に出演し、コルトレーンに関し多くのことを語った。ウィズ・コンティニウム。ありがとうございます。